の魚は15メーターぐらい大きいでのヒットだったんで、キングから取れると思ったんですけど、すぐに手前足元に向かって走ってきたんで、やっぱりそう甘くはないなと。ドラグを出しながら走るダッシュが長かったので、クソマグロだろうと分かったんで、すぐにギンバルにパッドエンドをセットして、一番負担のかからない体勢をとってランが止まるのを待ちました。で、止まってからポッピングを開始したんですけど、手応えからすぐにやっぱシンプルになりましたね。それと思うだけでセカンドラウンが全然なくて、それで死ぬかもと思ったんですけど、ファストラウンの感触からやっぱりマグロだったよなと思って、とにかく全力で、ひたすらポンピングを繰り返してリフトしていきました。たまに長いフォアグリップの意味がわからないっていう方いらっしゃるんですけど、ご覧のようになるべく上の方を握ることで、より楽な力でポンピングすることができるんですね。浮いてきた魚は横向きだったんで、ありえない重さだったのに納得しましたね。昨年は同じサイズの磯マグロを2分足らずでランニングしているので、かかりどころでファイトの違いが大きいっていうことを今回は実感できました。